今日は、ゲストがいらっしゃってるんですよね。うん、っていうかね、拉致ってきました。前の現場が一緒だったんで。はい。どうだった？イギのみゆくんです。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何？いつもの勢いどうやっちゃったのよ。よろしくお願いしまーす。俺そんなみゆ見たことないわ。私もね、今やってるプリキュア555ってやつなんだけど、うん、あれで初めて一緒でね。そうですね。その前に一本だけプリキュアの映画。あ、そうそうそう。でも僕、あれなんですよ。初めてだったのに、すごい。うんその映画の撮りの時に、うん、ちょっとお茶入れてよとか言われて、え、どういうことって思ってて。まあね、他にもママ、どんだけ傍若無人なの宮野真守くんとか、波川大輔さんから、パクさんの話を、ちょっと聞いてまして、で、初めてそこでお会いした時に、なんでお茶、まあ、とりあえず入れようとか入れたら、もう一杯ちょうだいとか言って、それがなぜかですよ、定着しちゃって、で、今でもね、お茶係として、はい。あ、そうなんだ。違うのよ。だってさ、こっちが先にいたんでしょその番組に。そう。普通、後から入った人がさ、お茶振る舞うとか分かるけど。いや、ないんだけど、聞いてよ。なんかね、そのね、波川と、よく話をしてて、イリのミユの話をしてて、全然知る前ね。うん、それまで、私と波川って結構キャラ被るわけよ。うん、男の子の時、うん。ちょっと元気がいいって私で、ちょっとナイーブだと波川って、おい、どういうことやねん、うん、みたいな感じだったんだけど、うん、それがね、翼クロニクルってやつで、いや、言っちゃっていいのか。大丈夫、ってやつで初めて、私たちのライバルが出たぞと、イリのミユに取られたわけよ。なるほどね。それで、ね、うん、これやばいと、で某なんだラグビーのものも、イリのミユに取られたわけ。エルクイを打っとけっていう。そうそう、ざけんなイリのミユってどういうやつだよこらっていう話をしてて、ネタでね、でそしたら宮野守が、いやミユはすごくいい子だから、すごくいい子だからとかって言ってたわけ。でも会ったことねえしよとか言ってたんだけど、なんだけどあんまりにも周りに言われて、ミユすごいいい子だからって言って、でプリキュアの今度劇場でそのイリのミユってやつに会うよって言ったら、すごいいい子だから、だから絶対優しくしてあげてって言うんですよ。だからお茶くめよって言っちゃったわけ。そう、可愛がってるつもりだったっけ。そう、私の中では可愛がり。でもあれですよ、最近ではもうその可愛がりがもうどんどんね、あれですよ。あれでしょ、だからなんか動物がさ、なんかこう可愛がってるつもりが気がついたら殺しちゃってるみたいな。虎と猫みたいな。そういうことだよね。もう本番中にね、つねるんですよ、僕は。それはひどいよね。声出ちゃいますよね。出せばいいじゃない。ダメでしょ。ダメでしょ、ほら。ほんと可愛くってさ、こんなに若者でさ、清潔感のある青年ってなかなか合わないじゃない。そうだよね。そうそう。で、一生懸命だしさ、可愛い可愛いと思って、可愛がってんの。いいね。でも可愛がってもらっといた方がね。そうですね。敵に回すと怖いからね。そうですね。はい、ほら、今でも全然無理。はい、もう半分敵みたいな。半分敵。知ってた？知らない。千と千尋の神隠しの。知ってる。知ってんの？吐くでしょ、吐く。ちょっといいですか？ちょっといいですか？違ったっけ？パクさんね、今こんななんか知ってる風に今言ったじゃないですか。千と千尋すげえだろみたいに言ったじゃないですか。さっき僕車でこの現場に。お前今知ったの？もしかして。さっき、なに？私それ見たことない。そちら今度見てみる。つって、今この出し方ですよ。知ってる知ってる。知ってんの？知ってるよ。マジで？宮崎駿さんの映画だよ、だって。私ね、あれまで見てる。風呂場の、ね。風呂場の映画。風呂の映画。張り詰めた。違う、それは。そこまでも見てんのよ。ああ、その次がね。そう。そう。だからってどんな歌かって言われるとちょっとあれだけど。そうですね、ちゃんちゃん。俺もちょっとよく。お前やってたんじゃないよ。そうそう、すごい。だからそれで、一躍、名前がね、ボーンって出てましたよね。そうですね、それから多く。その前にも恋の仕事はいろいろやらせてた。私は役を取られたところしか知らないからさ。ああ、そっか。だから翼からしか知らないの。だから取られても仕方ないような人なわけだよ。日本を代表するさ、映画でヒーロー役をやってるわけだから。そうだよね。宮崎駿さんのさ、ヒーローなんかやれないよ。やれない。またそれがさ、自然ですごいいい芝居だったよね、あれ。本当ですか？そう。見てないからさ。見てね、見てよ。で、またね、そうね、車の中で生意気なこと言いやがってさ。どんなこと言いました？何？あれは、もう、なんかちょうど声変わりの時期だったんで、もうあの時しかできないっすよ。素人臭さがいいんすよ、みたいな。おかしい。そんな。やめ、ちょっと腹黒さ今出ちゃったよね。腹黒いの、実は腹黒いところが、だから好きなのよ。なるほどね。好きじゃない。おかしい。これがさ、なんか純朴な、僕は本当に純朴な青
年ですって。ちょっとドン引きってか、今時ね、ちょっとうさうさくさいもんね。そうね。そう。ちゃんと腹黒さも持ってるから、いいなと思ってさ。誤解を生みますよ、それ。誤解を生みますよ。そんなこと、そんな言い方してないじゃないですか。やっぱり、だから僕が言ったのは、あの時にしかできない、やっぱ、それは言いましたよ、あの時にしかできない。やっぱ、あの、中学生だったんで。そう、中学生だったんだってよ。マジで。慣れてない感じが出てたし、声の、声変わりしたばっかりだったんで。ほら、同じこと。言い方だね。声が手が来てなんて言ってないから。悪意があったもんね。悪意がありました、パクさんはね。聞いて聞いて。でもなんかライバルを貶めようみたいなさ。おかしいですよね。そんなこと思ってないよ。もう違うもんだって。もう違う、もうライバルじゃない。もうライバルじゃない。そう。もう違う、違う、路線が違う方向行ってる。見出せたわけ。違う。そうそうそう。なんか好きな人とかいないんですか？僕は内緒ですよ、内緒。そんなの内緒。なんかね。ミユの携帯で全部見たの、写真とか。全部見んなよ、人の携帯。おかしいでしょ、おかしいよね。でも前田愛ちゃんとか一緒に、こうやってバーって見て、絶対彼女出てくるからとか言って、わーって見てたんだけど、全然出てこなくて、出てくるのは、宮野守と平野愛也しかいない。シークレットのところに入ってんじゃないので、シークレット入ってんだよとか言って、シークレット見ても入ってないの。相当ね、もう一個携帯持ってるね。持ってる。そうだよね。あと写真撮るの嫌いな人いるからね。意外と。俺思い出残っちゃうと嫌だからって言って別れて。遊び人なのかもね。おめえ遊び人か。ちょっと、そんな。複数と付き合ってる時に、でさ、携帯見せてってなった時に、入ってるとまずいじゃん。あ、いやいや、今ちょっとまずいな。ちょっとなんかリアル。リアル。そうそう。キャラクターがあるからね、今。キャラクターあるの？僕たちファンタジー系のキャラクターです。僕妖精ですから。霞を食ってるからね。そう。おならとかしませんからね。腹黒いでしょ。そうだよね。腹黒いね。でもまあ大事だよ、やっぱね。ねえ。それメールありがとうのコーナー。はーい。お二人ともね、お芝居役者さんですから。はい。いや、あなたもね。そうですね。僕も。そうですけど。アドバイスしてあげてください。ひかりちゃんという女の子から普通をもらいまして。関さん、パクさん、イリノさん、こんにちは。こんにちは。私は演劇部の部長です。演劇部結構強いんですが、部員がかなり少ないんです。部員なんと6人、しかも2年生は私1人だけ、人数が少ないと台本の方を選ぶのも難しかったり、台本は私は考えて書いておりますが、どうしたら部員が集まるんでしょうか、お知恵を貸してくださいということですね。僕はあれなんですよ、演劇部のお手伝いしたことあるんですよ、一時期。おお、あの部員じゃなくて、まあ部員として、あの入部はしなかったんですけど、ちょっと人数が足りないからちょっとお願いって言われてやったんですけど、結局なんかいろいろなことがあって、結局公演はできなかったんですけど、いろいろレッスン練習とかして。でもやっぱ人数はね、少ないですよね、演劇部って。そうだよね。あの時代なんかちょっと、お芝居やってるのが恥ずかしいみたいな。ちょっとありますよね。やっぱ人前でやっぱり、その、お芝居やったりとか、見るのは好きだし、やってみたいけど、やっぱり人前でなんかやるのは恥ずかしい。恥ずかしいってね。特に男性の部員が少ないよね。そうですね。で、スポーツやったから。スポーツやったからね。あ、そっかそっか。どうしたらいいですか？なんか魅力あります？そうですね。入ったら金もらえるとかね。それ。あなた。だいぶ大変。ギャラ出る、ギャラが出る。ギャラね。それは来ますね、多分。来るよ、来ますよ。はい。あとは、あともうひたすら声かけるのはやっぱ一番ね、大切ですよね。僕とかのサークルの勧誘とかやるんですけど。あのね、この子ね、勧誘じゃなくてナンパしてるらしいんだよ。やっぱりもう、その自分の今の立場を利用して、女の子を。俺、ハグなんだけど、みたいな。ハグなんだけど。言わない。ちょっとさっきのやってこない車の中でやってくれないじゃん。あの、勧誘。僕がチラシ持って、ちゃんと腕章つけてやるんですけども、まあ、男の子でも女の子もそうなんですけども、ちょっとすいません、ちょっとこれサッカー興味ないですかみたいな感じで。かかりはそんな感じで。チャラいの、なんとなくチャラいの。自分でちょっとチャラい感じですけど、そうやってフレンドリーな感じでいかないと、サッカー興味ありますかって言っても、ちょっとあ、イエって言って終わっちゃうもんね。終わっちゃうんで、ちょっと半ば強引な感じで、ちょっとサッカーやったことありますって。まあ、興味なくても、ほら、新入生歓迎会とかやるんで、ちょっとだけ話とか聞いてってください、っていう感じで勧誘するんですよ。そうだね。いや、日本人ってさ、そういうの弱いから上手い手だよね。そうだよね。そう、意外とガンガン行かないと、やっぱり向こうも、じゃあちょっと行ってみようかなっていう感じで入部してくれたりする。で、絶対つけんのは俺ハクやってんだけど。いや、言わない。そうそう。で、そのままうまくいったらなんかビデオとか撮ってね。そうそうそう。それも売っちゃったりさっきの話ね。戻ってる。さあ、ということでね、はい、とても楽しい、お時間ももうそろそろおしまいの時間となってしまいました。はい。入野くん、なんかせっかく来ていただいたので、はい、もうだいぶなんか疲れた顔になってしまいました。いやいや、全然楽しかったですよ、本当に。本当ですか？何かお知らせありますか？いいですか？はい、今、パクさんとやってるプリキュアファイルですね。はい。ラジオやってるんですけれども、サオさんと一緒にやってるんですけど。あれウェブだっけ？ウェブラジオでやってるんですけども、クラブココナッツっていうタイトルなんですね。はい。それのダイジェスト CD が出るので、まだ5月の5日っていうのはちょっと、
忘れちゃったんですけども、はい、あの詳しくはアニメイト TV 内のクラブココナッツのサイトでチェックしてくださいと。はい、はい、おいいですね。僕も昔プリキュアやってたんですよ。そうですよ。そう。あの、初代の。そう、初代の。先輩ですよ。そう。初代のイーノくんがやってたような、はい、立場の役を。あ、じゃあ、パクさんもそうじゃないですか。え、プリキュア、パクさんもほら、プリキュアちっちゃいのやってるから。妖精、妖精。あ、じゃあ、みんなそうだよ。みんな妖精です。そう。俺、ロープって言ってんだよ。はい、俺はメポって言ってた、メポ。うわあ、かわいい。ちょっとスネオ入ってた。そう、スネオの前。これが終わってスネオになった。かわいい。うまい具合に。